今日はですね、光がずっとハマっている痛アイテムを紹介したいと思います。痛いアイテムです。痛アイテムって英語で言うとなんて言うんですか。え、トゥルなんで、シック、ペインアイテム、ペインアイテム、シック、シックアイテム、デリシャス。この遊戯王です。遊戯王、じゃじゃーん、見えるか、アップの方がいいか。この遊戯王の板リュックはですね、すごいね、結構ね、やっぱ時間はかかりましたね。ちゃんと全部遊戯王でしかやってないです。ちなみに一番好きなキャラクターは10代ですね。勇気10代が好きですね。ガチャっていう人です。このカバンはデビーリッシュっていうブランドのやつでございまして、最初からね、このバッジがついてなくてもすごい、ま、魔法陣があって中二っぽかったんですけど、それをさらに中二っぽくしましたね。で、取れないように後ろからも安全ピンですごいつけてます。このこんな感じになってますね。安全ピンでがんじがらめにしてますね。結構板場にはビニールとかかけてる人が多いと思うんですけど、そうじゃなくて、ピカリンは安全ピンで取れないようにしてます。やっぱビニールってかカバーつけちゃうと、どうしてもね、こういう形のリュックだと困難なことが多いので、そのピカリンが一番好きなのモンスターはユベルですね。ユベル、この子なんですけど、これが10代と一緒にいるんですけど、すごいヤンデレなんですよ。元祖ヤンデレな感じで、なんつったらいいんだろう、この子ね、性別もね、どっちかわからないって感じなんですけど、もうめっちゃ病んでて、すごい愛してるんですよね、10代のことを。ちょっとね、10代も途中でメンヘラったりするんですけど、遊戯王を少年ものだと思ってる方々、女の子たちは、その、ま、シリーズいっぱいありますけど、その10代が出てくる作品のやつは特に、ドロドロしてるっていうか、ちょっと闇が深いので、10代がメンヘラったりするから、結構見ていただきたいなって思いますね。ユセもね、すごいかっこいいんですけどね、なんかゴミ捨て場みたいなとこで暮らしてるんですよ、最初。そうそうそう。おい、お前、俺とデュエルしようよ。っていう感じですごい暗い感じなんですよ、ユセ。でもかっこいい。ほんとかっこいい。まあ、あと、カイバくんとかね、勇気とかね、いっぱいいますけどね。まあ、カイバ社長は相変わらずですよね。このカイバ社長はですね、ほんと、滅びのバーストストリーム、ブルーアイズは本当に今でこそ最強って言われてますからね。もう会話社長も病んでますけどね。もうブルーアイズ愛が半端なさすぎる。なんか、何みたいな。お前とならどこまでも行こうみたいな。すごい、本当に。ブルーアイズ愛が半端ない。というわけで、来てくれ、ブルーアイズって。すごいよね、信頼感。ブルーアイズをめちゃめちゃ信頼してるんだよ、本当に。来ないはずがない。それでも来なかった時。っていうわけで、ネイルもね、痛くなってます。これは今、ジェイソンゲーム、海外で流行ってるやつ、日本にまだないのやつなんですけど、それの、ジェイソンのネイルと、ジェイソンもパターンがいっぱいあってですね、これちょうど、なんかレインコート着てる水色ジェイソンが出てくるんですけど、それのジェイソンを描いてもらいました。あと、こっちが、チャドと、あと、チャドの、パンティの、トラ柄パンティのパンツ柄を入れてもらいました。すごい今ハマってやってます。オンラインでみんなもやってもらいたいなって思います。ファックジェイソン、すごい海外の人がいっぱい多いから、英語でみんななんかボイチャやってて、ナイスビートゥン、トゥゲザートゥゲザートゥゲザーゴ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 ーとか言ってやってます。このネイルやってるんですけど、ちなみに前遊戯王のネイルもやってて、その時10代を入れたんですけど、10代の目がオットアイになるんですけど、途中からユベルを自分の体内に入れ込んで、それでそのオットアイの目が暗闇で光るようにしてました。暗闇で光るネイル、蓄光ネイルって言うんですけど、それが非常にね、中二キャラとかの目だけにやるとすごいかっこよくなりますよ。おすすめです、蓄光ネイル。というわけで小室哲哉最近YouTuber 始めたんですよ。 YouTuber、 はい。で最近おじい様に顔面ケーキしてみたとか、あ、リアルおじいですよ、リアルおじい。まあ他人のじいさんにね、そういうことできないですよね。うちのじい様だったらね、割とね、何やってもいいかなって思いますんでね、もっとひどいことしていきたいなって思います。
はい、69歳なんで初めてだったらしいですよ。まあそうですよね。うん、他の飲み友達にきっと自慢してるでしょうね。うちは孫にやろうぞというわけで、あの YouTube 見てくださいじゃない、見るだけじゃダメだ、チャンネル登録をしてください。あとあのライブもやってますので、魔界から降臨してますので、ぜひ魔界の館を見てください。そして最後にかわいいパティーンチャンネル登録おねがたきですよ。あなたにねされた使命は2つですからね、ピカリのチャンネルとかわいいパティーンのチャンネル、どっちもですから、チャンネル登録よろしくおねがたき、チャンポロポロポロー。